長野県竜伝説。長野県には数々の竜伝説がありますが、ここ大町にも伝説があるそうです。泉小太郎とその母の物語。小太郎が母竜にまたがっている像もあります。その伝説を記した石碑もあります。こちらのお寺には泉小太郎の隠れ住居の洞窟があるそうです。こちらにも伝説を語る銅像や看板などがあります。ここが泉小太郎の隠れ住居の洞窟ですが、崩壊が激しいため立ち入り禁止になっています。その伝説とはどのような話だったのでしょうか。昔、松本平に西竜という竜が住み、東の湖には白竜が住んでいました。二人は出会いやがて子供が生まれました。子供は湖近くの老夫婦に育てられ、名前を小太郎と名付けられました。成長した小太郎にこの姿を見られては恥ずかしいと西竜は湖深く潜ってしまいました。何年かして、小太郎はこの湖をなくして豊かな郷土を作りたいと願うようになり、老夫婦に相談すると、お前は西竜の子供であるから、その母に相談してみなさいと言われました。小太郎は母を探す旅に出かけます。やっとの思いで小太郎は母に巡り会えました。そして母に思いを伝えると、
は竜になり、小太郎を背中に乗せ空へと飛び立ちます。母竜は湖の岩へと体当たりをします。傷を負いながらも何度も体当たりを繰り返すうち、見事岩は砕け散り、湖の水が勢いよく流れていきます。小太郎たちは三聖寺の岩山をもぐ、抱き。新潟の日本海まで流れる川筋を作ったのでした。その後、この地は豊かな大地となり、小太郎は母親と一緒に暮らしたのだそうです。泉小太郎が隠れ住居前では、龍神様でしょうか、小太郎様が現してくれました。この犀川を突き破っていったとされる場所にも、伝説を語る看板と像があります。伝説を語る看板と母竜にまたがる小太郎の像。ここ上田市にも同様の伝説があり、ここ倉が淵で母親はオロチなのです。生まれた子供が伝説の泉小太郎なのだそうです。大蛇は倉が淵の主であり伝説となり、オロチの遺骨は今も探すことができるそうです。こちらのお寺でも龍の伝説が残されており、その池が今もあるそうです。甲賀三郎伝説なり、地底の底から這い上がってきた池がこの大沼の池であり、その姿が龍だったのだそうです。
龍神祭りがあり、新楽寺や龍神の森公園などを45メートルある龍で練り歩くお祭りだそうです。三岡町の龍神の森公園には伝説があったことを伝える看板と45メートルの龍の神輿が龍神の館に保管され見ることができます。戸隠神社は九頭龍の伝説があり、僧侶が光を放つ池でお経を読むと9つの頭を持った蛇が現れ、神仏の道具を粗末に扱ったため蛇されたのだというお経で、心が和んだため以後この地を守ることを誓ったのだという。それが九頭龍神の誕生であったという。あなたが信じていればきっと姿を現してくれるかもよ。どこかでね。